んにちは。株式会社麦倉営業部古川です。設計課森田です。本日は西ヶ丘町南6期10号棟モデルハウスの紹介をいたします。よろしくお願いいたします。こちらの建物のコンセプトを教えてください。はい、こちらはオークを基調としたインテリアを使用しており、家事が楽になるような間取りで設計しております。こちらが玄関になります。何かこだわりポイントはありますか？はい、まず玄関はシューズボックスを二乗りで作っておりまして、これだけでもかなりの靴の量が入るんですけど、あとはシューズクロークが別でありまして 1.5 畳の広さをとっています。で、棚も2面あって、ここもかなりの収納力がありますので、あとは土間収納としても使えるので、スノーボードとかゴルフバッグとか大きいものもこちらに置けます。玄関とシューズクロークの間に下がり壁を作ってまして、こちらは木枠を使うことで空間にアクセントがついております。お家の形みたいですごく可愛いですね。はい、そうですね。こちら18畳の LDK になっております。こちらはクロスではないんですね。はい、こちらは、ウッドワンの フラットパネルオークというものを使用してまして、実際の木を張っています。空間に柔らかみが出ると思います。で、樹脂がオークを使ってまして、今回の床とか全てオークを使っております。なので空間的に統一感が出てると思います。あと、家具が、アレクタさんの家具を今回コラボで、してまして、この辺も全て樹脂をオークで揃えてもらってます。で、あとカーテンですね。カーテンとかいる？このカーテンいつもと違うんですね。はい、こちらは、通常のカーテンは左右に引き分けるんですけど、シェードカーテンといって、下から上に束ねることができます。で、下ろすときも簡単に下ろすことができますので、はい、開閉がとてもしやすくなっております。こちらダイニングはカウンターがついてるんですね。はい、こちらは、お子さんが勉強したりとか、そういうデスクワークとして使えるようなカウンターをイメージして作っております。ですので、手元にちゃんとスポットライトがつくようになっております。こちらのキッチンのゴールのキッチンとはちょっと違いますね。はい、こちらはクリナップのキッチンになっているんですけど、天板をアイカのメラミン素材というものを貼っております。こちらもクリナップさんとの特別なコラボで作った商品になっております。クリナップさんのキッチンはあれですね、食洗機が深くて使いやすそうですね。そうですね、こちらは標準で深型食洗機を採用しております。あとは水栓もタッチレス水栓になっておりまして、こちらに浄水器が入るようなものになっております。リビングの一角にありますこちらのお部屋は書斎になっております。あれか、こちらは、書斎としても使っていただけますし、リビングの隣にありますのでリモートワークとしても使っていただけます。あとはこちらがリクシルさんのデコ窓を使っているんですけど、上が開閉式になってますので、音を聞きたい時とか遮断したい時とか使っていただけます。こちらにも玄関と同じようにお家の形した可愛いのありますね。はい、こちらも先ほどと同じような形なんですけど、通常のシートの笠木ではなくて修正材を使ってますので、ここでも木の雰囲気というものが味わえます。こちらは家事室ということでよろしかったですか？はい、今回こちらは今置いてますけど、こういう風に奥様が家事をしていただくスペースとしても使っていただけますし、棚も用意してますので、ここを食品庫代わりとして使っていただくことも想定しています。そうですね、キッチンの横にあるので、食品庫として使用できれば結構動きやすいのかなとは思います。はい、
らの洗面台は普段使っているものと違うものを使用しているんですね。はい、こちらは造作の洗面台になってまして、こちらの木も全部オークで仕上げています。洗面台が脱衣室と別で作ってますので、脱衣室を誰かが使ってても洗面は常に使えるという状態になっています。こちらが2階になります。こちらの空間すごくいいですね。そうですね、こちら2畳の空間になっていて、ちょっとした読書をしていただくような空間になっています。こちらの洋室は2人のお子さんを想定したお部屋になってるんですね。そうですね、小学生まではこうやって共有で使っていただいて、中学生高校生になったら下がり壁を作ってますので、ここで壁を作っていただいて5畳5畳の空間に分けていただくことができます。こちら8畳の洋室になります。クイーンサイズのベッドを置くことでイメージしやすくなっております。空間が8畳ありますので、この大きさのベッドを置いてもかなりゆとりが取れております。こちらランドリールームとウォークインクローゼットになってます。シーツの隣にあるんですね。そうですね、ウォークインとランドリーと合わせて今回4畳の広さになっているんですけど、こちらに洗濯機置き場を作っています。でこちらで洗濯して干して畳んでしまってっていうことが完結できるようになっております。あとは洗濯物を洗ったりできるようにスロップシンクをつけております。で外干ししたいものは洗濯機で洗った後すぐバルコニーが主寝室を通してありますので、こちらを使っていただけるとかなりの時短になるかなと思います。志ヶ丘小南ロッキー15棟いかがだったでしょうか。見学予約の方も受け付けておりますのでご連絡お待ちしております。各種 SNS も随時更新しておりますので、そちらもご覧ください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。